富山 KT ソニックブームは大韓民国富山広域市を本拠地とするプロバスケットボールチームである。ホームアリーナは社職体育館。1997年の韓国バスケットボールリーグ発足にあたり繊維と百貨店事業を軸にするラザングループによって公衆広域市を本拠地とする公衆ラザンフラマンズとして結成。以後、ラザングループの倒産でチームは IT 系企業のゴールドバンクに売却され、公衆ゴールドバンククリッカーズに、親会社が運営能力を疑われるほど、財政的に苦しく、チームとしての戦力も整っていなかったため、観客動員も低迷。結局2000年、本拠地を全羅南道の中規模都市の冷水市に移して、チーム名が冷水ゴールドバンククリッカーズに解消。その後、ゴールドバンク側が、 財政難でチームをほぼ手放した状態になり、新しい IT 系企業のコリアテンダーがチームを引き受けて、霊水コリアテンダープルミに解消。しかし、依然として財政的に弱い中小 IT 企業の親会社の運営能力も限界に達し、そのまま行くとチームが空中分解に至るところだった。しかも、本拠地、霊水市が中規模都市であるため、 成績が好調になっても観客動員が大幅に増える見込みがないため、本拠地を当時空席だった大都市の不山広域市に移すことを KBL に申し込み了承された。チーム名も不山コリアテンダーマックス10に解消して新しい本拠地でのシーズンに備えたが、シーズン開幕前、携帯電話事業者の KTF がチームを買収に乗り出し、 コリアテンダーと KTF の両者の利害があったという形でチームを売却して、富山 KTF マジックウィングズとなる。2009年6月、KTF が KT に統合されたことにより、富山 KT マジックウィングズから現在のチーム名になる。応援歌として、富山カルメギが使用されている。ありがとうございます。